宮古観光文化交流協会学ぶ防災の佐々木純子と申します。宮古市太郎地区、1896年の明治三陸大津波、1933年の三陸大津波により壊滅的な被害を受けました。これを受け、総延長およそ2500メートル、高さ10メートルの大きな防潮堤を整備。2011年3月11日、多くの人がこの防潮堤が守ってくれると信じていました。太郎地区に震災遺構として保存されている太郎観光ホテル。あの日、何が起こったのでしょうか。ここは太郎観光ホテルといいまして、太郎に唯一あったホテルなんですけれど、ここは津波遺構として震災後に国が保存してくださった第1号の場所なんですね。もともとここ2時46分地震があった時刻はチェックイン前だったこともあって、いらっしゃる予定だったお客様がまだ来てなかったので、もう社長さんは従業員さんもご家族の方もすぐ逃げなさい、すぐ避難させてます。なので自分だけがここに残って、この6階上がって、誰か来た時にはここが駐車場なので、見れたら降りてきて対応しようと思って、この辺りからこう見ていただくと、まずはこの階段がもっと手前にあったことが分かります。でこちらから来た津波に押されて大浴場だったところで止まってますね。そして右前方にあるぐにょぐにょになった箱型の建物がエレベーターです、ね、これくらい波の力でぐにょぐにょになる。でその横にあったのがフロントです。でこれが正面の表玄関になります。あの日社長さんが30分後に下で片付けをしてて、地震から30分後に逃げてったっていう、上がってった階段がこれになるんですね、はい、でお客様にはここはもちろん上がれないので、この波の高さ4階まで来ているので、それを感じていただくためにも、この残った非常階段を皆様には登っていただいてます。あともう上に行って、買ったばっかりのデジカメ持って、いろいろこの太郎のこのホテルは震災のあたりにお薬とかスマトラとか地震津波の研究している先生方が結構ここに泊まりに来てた、どんなもんなの社長なんて言われるようになってたんで、それで取ろうかなって何気に取り始め、防潮堤を越えるかもしれないと思った時に、自分はもう死ぬかも、だけどそれを置いてもこの映してる映像だけは残りたい、残したいっていう心で、誰か拾って拾って拾ってと思いながら必死に残した4分間の映像を、ここで6階で同じ目線で見るっていうのがここの特徴の場所です。社長さんがあの日下で地震があってから片付けをしてフロントのあたりで、それから時計を見たら30分経ってる。あ、これも波の到達時刻だなと思って、買ったばかりのデジカメ持って階段を登ってここに来て、ここで窓を開けながらここから撮った映像になります。で社長さんは一回もうこちらの非常階段から逃げようとも思ったけれども、もう自分が向こうに逃げ切る前に越えてくるんじゃないか、それでもうここでいいよ、ここにいいよって覚悟を決めて撮った。で4分間しかないんですよ。その4分っていうのは充電がなかったらしいんです。それでちょうどそこに撮れたっていう4分間、正面から防潮堤の上から越えてくる津波、自分が死を覚悟して撮った映像なので、この6階でしかお見せしないっていう貴重な映像になります。体感できるんですよね。自分たちがここに来て
想像をどうしてももうできない生徒さんとか子どもさんたちが来たりしてますけど、ここに来て同じ位置から比べながら見るっていうことがすごく意味がある、ことらしいんですね、皆さんにとって。とかこの遺構は物言わぬ語り部ってよく言いますけれど、物は言わないけど語ってくれるっていう、これはもう財産ですね。本当あの想像できない方たちにとったら、ここがあるとなかったら全然違う、本当残しておいていただいてありがとうございますってよく言われます。この場所でこれを見るために余計想像していたのと全く違う、すごいエネルギーなんだな。だから津波だけじゃなくて、ということは災害っていうのはいろんな形で来るけれど、ね、どれもエネルギーがすごいんだなっていうことで、自分たちの今いらっしゃるところ、危ないところはどこかなとか、それこれをきっかけに考え始めるっていう、だからきっかけ作りにはなるのかなと、防災を考える。はい、今 14.7メートルですが、前は10メートル、地上から5メートル、海抜が10メートル、これも海抜 14.7 ですね。前は3階ぐらいまでで海が見えてたんですが、今相当5階ぐらいに上がってこないと見えなくなりましたんで、やっぱ難しいですね。あの防潮堤が高いのがいいのか低いのがいいのかって言った時に、でも私個人とすればね、海がある程度見えてて、その津波の来る前の変化とかなんか微妙な変わりがあると思うんですよ。それで気づけることもあるし、それが全く見えないでいきなり来るっていうのと違うので、もう逃げるっていうことだけをちゃんと子どもたちにも教えていけば、まあ、高さはもう関係なく、そこまでね、今こうできててなんだかんだ言ってる場合じゃないですよね。こう自分の命は自分で守るって、津波でんてんてんてんこって昔から、でも私は自分の命自分で守ってだけじゃなくて、自分が助かるだけじゃなくて、プラス助ける人にもなってほしいっていうのもあって、なのでまずはいち早い最大の避難がまず基本ですよね。自分の命は自分で守る、で早ければ他の人も助ける余裕も出てきますし、なので話しながら、やっぱり大事な命、これからの未来のね、あの子どもたちがしっかり命を守るためのその意識を持たせるために、やっぱり怖いと思わせないと、だからこの場所は大事だと思うんですね。なので話だけだとダメなんですよ。やっぱりこういうものがあって、こういう建物があって、それで分かってもらえることもあるので、なのでやっぱり私たちのこう役目とすれば、どんな災害でも自分の命まず最初に守る、とにかく逃げる、避難することの大切さ、そこですね、伝えたいのは。はい、やっぱり伝承ですよね、いろんな意味での伝承。昔の人たちは映像とかも残ってないですし、本当に語り継ぐっていうところだったと思うんですが、やはりそれが難しいんであれば、やはりこういう映像もいっぱいあちこち残りましたし、遺構についてはやっぱり家族を亡くしたとか、ね、大事な命が亡くなった場所を見たくないっていうことで残したくないっていうのもありますもんね。ここはたまたま亡くなった方がいらっしゃらないから残せましたけれども、なのでやっぱりこういう映像とか昔からの語り継いできたものとか、あの碑があるじゃないですか、昔の教訓書いた、そういうものもしっかりともう一回、大事なものだよっていうことで教育していくことが大事だと思いますね。全てですね、今までのもの全て。はい。